体中の細胞に火を起こすように目いっぱいに空気を吸い込んだ血と汗を逃げに憧れを成果にフルボリュームで叫べよ光あれ牛若、やっぱすげえな。ワクワクすんな。まずは殴り合いを制せ。あのチビ真下に打ち上がった。つうか早っ。面白いじゃんカラスの。そうだ、誰が来たって力でねじ伏せればいいだけです。おうちはもっと実力つけてから叩けよ。そうやって甘やかすのよくないと思います。若田氏君、今日も頼むよ。ああ、さあ皆さん、決勝戦です。ここまで来たからには勝って全国に行きましょう。